はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは火をつけろ燃え残ったすべてにアーマードコア6ファイヤーズオブルビコンっていうのかな。今週発売の中では唯一で2023年8月25日発売。いや、2023読まなくてよかったか他は全部8月24日発売なんだけど、このタイトルだけ8月25日だから、わざとずらしてこうちょっとビッグタイトル的なところを狙ったのかなってところですね。まあアーマードコアっていうと結構久しぶりですよね。多分いつ出たっけ最後、 PS3 ぐらいかな。まあまあいいや、ちょっととりあえず見てみましょう。はい、ということで、スチームとかいろいろ書いてあるけどいいや。まあ今時の BGR になってるんだろうし、まあ、割とねアーマードコアってのはずっといろいろ揶揄されてて、こういつ出るんだ的なねタイトルでもあったから、まあでも出たら出たでここに飛びつくかっていうと微妙なところはあるんですよね。アーマードコアシリーズはもともと初代プレイステーションで出て、で、まあ続編がいろいろ出てる中で、ちょっとあのスピンオフじゃないんだけど、ちょっと離れた系のね、ゲームも出てたりしてる中で、まあナンバリングとナンバリングじゃないものがこう並行して、まあたまに出たりしながら、こう PS2、PSP、PS3 ぐらいまでは多分出てたのかな。ビータでは出てないし、 PS4 も多分出てなかったんじゃないかな。もう全然覚えてないけど、だからいろいろ揶揄する人たちが、多分プレステの1の時のアーマードコアは結構プレイしてる人多いとは思うんだけど、その後どこまで皆さん、僕も全然ついてってた記憶はないんだけど、皆さんどこまでこうついてってプレイしてたかっていうところはあって、まあ PS1 のところをプレイした人からするともう別世界ですよね、このビジュアルはね。ただあとはあれですよね、アーマードコアも、まあ、いわゆるこうアーマードコアじゃないや、フロムソフトウェア自体がそのね、まあ当然当時の記憶では皆さんキングスフィールドとかさエコーナイトとか、まあ何個かこうね、ナンバリングちょっと続いたタイトル記憶してる人はいるかもしれないけど、アーマードコアっていうこうのが途切れてる部分でも、その後 PS3 ぐらいからあのなんだっけ、ダークソウルスとか、なんだもう一個ぐらいあったなまあいいや、ああいう系のゲームをこうプレイして死にゲーのイメージがあって、でまあ多分開発力とかそこでこう鍛えられてる部分はあるのが、もしかしたらこうねあるのか、まあ外注出してるか分かんないけど、まあそういうところからいくと、まあだいぶこうフロムソフトウェアも多分昔から技術的な会社だったんだけど、多分相当こうあの昔に比べるともっと期待度が高まってるような気もするんですよ。ほら、任天堂 3DS なんかはね、ビックリマンのあの漢字のね、ゲームとか確かフロムソフトだった気がするんだけど、そことはちょっとまた別路線でね。だからやっぱこう、でも昔からアーマードコアってこういうちょっとドロドロした感じのイメージがあるのかな？あったのかな？まあまあいいや。まあともかくね、あのいろいろとこう多分バックストーリーなりこう設定なりがかなりがっつりしてって、ビジュアルも凝ってるものに仕上がってるような雰囲気はありますよね。だからなんか普通にこうロボットものだって感じよりは、なんかそこにロボットものになんかもっとドロドロした雰囲気が入ってるようなニュアンスが見えるのは気のせいでしょうかまあ、ルビコンって入れてるのもちょっとね、あのルビコンが渡る渡らないの話、渡らないはないかまあそういう話もあるからね。まあ、あ、バンダイナムコ、ああなるほど、そことの組み方っていうのはずっとなんか海外なのかな基本。まあまあまあ、とにかくいろいろとこう
まあ、フロム変えてた方がね、信用度はあるだろうしね。で、アーマードコアシリーズ完全新作登場。パーツを組み替えてアセンブルしたオリジナルメカを操り、様々なミッションを遂行する。アーマードコアシリーズ、その最新作となる本作は、シリーズ本来の魅力を改めて見つめ直し、新たなアクションゲームとして構築した完全新作です。立体的に広がる SF 世界を舞台に、新たな傭兵の戦いを描きます。フィールドを縦横無尽に駆け巡り、ダイナミックな動きで敵を圧倒する、多彩でアグレッシブなメカならではのアクションをお楽しみください、となってて。まあ、これだけなのかな。アバウトトレーラーアバウト見たけど、このニュースはいいや。プロローグっていうのは今のとちょっと被るのかな。コーラルと呼ばれる物質がある。辺境の開発惑星ルビコンで発見された。それは新世代のエネルギーを読めなかった。しかしそれ、ある時コーラルは大災害を引き起こし、その熱と、その炎と風で周辺 読めなかった 以来、その中域は、厳重な監視下に置かれ、封鎖惑星となったルビコンでは、大災害を生き延びた人々がか細い生をつないでいた。それで終わりかな。まあいいや、プロローグ、コンセプト。あれで出ない。ちょっと僕のパソコンのスペック的に厳しいようです。未知の物質とその利権をめぐる抗争、アイビスの炎と呼ばれる大災害からおよそ半世紀、辺境の やっぱダメだな。あ、出た出た。辺境の開発惑星で再び、確認された未知の新物質、その利権を手中にすべく、秘密裏に侵略を繰り広げる成外企業と、その強欲に反抗する勢力の思惑が交錯し、両者の争いは本格化の様相を見せ始めていた。そして今、孤立傭兵たちもまたその渦中に身を投じようとしている。していた。はい、ということで。自分だけの機体を構築するアセンブル、これ出てないや。これ出てないや。まあいいや。出てないや。まあいいや。プレイヤーが登場する人型兵器アーマードコアは、装備したパーツによって射撃や近接格闘といった戦闘スタイルだけでなく、機体の挙動やアクション性能も多彩に変化。数百種類のパーツを組み合わせ、自分のプレイスタイルに応じた自由度の高いカスタマイズが行える。結構めんどくさそうだなって気もするけど、こだわる人にはとことんこだわれる感じなのかなというところですね。で、メカだからこそできるダイナミックなバトルと、僕のパソコンのスペックが 低いためにいろいろ出ませんけど、まあいいや。ちょっと待って。マジで出ないな。機動力を生かして死角から攻め入る奇襲や、高い火力と防御力で正面から突破を試みる、強襲など、戦略はプレイヤー次第。フィールドを縦横無尽に駆け回り、遠距離から近距離へと激しく交錯しながら、一瞬の隙をついて複数の武器で同時に猛攻を浴びせる。人間には真似できないアグレッシブな攻防が楽しめる。まあ、それは、まあ、ゲームならではっていう意味合いでいくと確かにそうでしょう。で、独自の戦略が生きる多彩なミッション。独立傭兵であるプレイヤーは、それぞれ思惑や目的が異なるあらゆる組織の依頼を受け、戦場を狩る。その内容は、敵の殲滅や対象の防御、情報収集と様々。稼いだ報酬で新たなパーツを入手し、自由に機体をアセンブルして、新たなミッションを遂行していくということでね。なかなかに、こ
こう書いてあること的にはすごい大変だなという感じはするし、ギャラリーこれムービーはいいんだけど、イメージ的に行くと、まあ、結構僕のパソコンでは見れないという まあいいや、まあ、さっきムービー見たからね、それでいいや。はい、ということで、パッケージとしては通常版とこのコレクターズエディションが一応パッケージなのかな。あれ、これで表示出ないのかな。あれ、コレクターズエディション、あ、ちょっと絵が出ないの。まあいいや。はい、ということで、コレクターエディションはゲームは一緒として PS5 か PS4 だけど、それ以外に、ナイトホールスタチュー、全長19センチ、台座含む、アートブック、ハードカバー仕様48ページ、スチールブック、ロゴピンズセット、オリジナルステッカーセット、デジタルサウンドトラック、ということで、まあ、29,700円税込みだから相当立派なものなんでしょうという感じですよね。で、パッケージ版を普通に買うと8,690円なんで、まあ、2万円上乗せしたいアーマードコアファンはね、限定版コレクターズエディションってところでしょうね。はい。いやー、結構チャレンジすごいなーって感じがします。あ、Windows も出るんだ。まあいいや。とりあえず今回僕的には PS4 版と PS5 版のことを気にしています。はい。で、アーマードコアだから、これはね、個人的な興味は自分がプレイする云々よりは、なんか散々いろいろ揶揄されたアーマードコアの新作っていうのが、実際にこうネタとして喋ってた人と、実際に本当に期待してて、プレイする人がどのぐらいこういるのかっていうところのね、温度差。そこら辺をね、こう、どのぐらいこう感じられる。まあ勢いがあればあるほどいいんだけど、あと個人的にはね、本当に PS5 のパッケージ版っていうのが、なかなか元気があるものを見ないので、これがどのぐらいパッケージとして買われるか。ちょっとそこをね、ちょっと個人的には気にしていきたいなというところです。はい。